オートショップトペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成18年式 K-WORKS 走行 38,500km です。はい、まずは外装からのご説明です。まず、こちらの K-WORKS ダウンサスが入っておりますので、車高が低くなっておりますね。はい、そして各部の細かい状態です。フロント部ですね、バンパー、ボンネット、多少の飛び石傷はございます。そして、タッチペンの方もされてますので、特にこうこんな感じで、特に目立つ感じではないですね。そして右側面ですね。ここですね。ここに、タッチペン跡がございますね。目立つようなへこみはないですね。そしてリア周り、ちなみにマフラーは富士壺のものが入っておりますね。そして、特にこちらも目立つものはないですね。ここら辺にちょっとペイントが垂れた跡がございますね。続いて左側面、こちらも目立つような、傷へこみはございませんね。そしてルーフですね。ルーフも、特に、触れるような箇所はございません。はい、全体的に、走行距離も少ないことも、ありまして、かなり綺麗な状態となっております。以上です。はい、続きまして内装のご説明です。まずですね、パッと見目を引くのがですね、こちらのハンドル、桃製のものですね。内装のこの黒赤カラーと合わせてですね、ハンドルも黒赤となっておりますね。はい、そしてシフトノブが、操作のしやすい丸いものに変わっておりますね。それと、ブースト系ですね。でダッシュボードの状態とかも特に、目立つような傷関係はございません。そしてシートの状態ですね。こういったところに、すれしわは、ございますが、大きくへたっているものではないですね。もちろん破れはございません。で助手席の方を、こんな感じですね。こちらも特に目立つような、損傷はございませんね。そしてリア、はい、あと天張りとかもですね、かなり綺麗ですね。はい、内装のご説明以上となります。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。まず、車外部品としましてですね、こちらのエアクリーナーですね。それと、本ですね。で、各部の細かい状態です。まずこれ右ヘッドライトぐらいですね。まあ、こういったところにも特に目立つような、サビ関係は見受けられませんね。まあ、こういった継ぎ目関係も特に、綺麗ですね。そしてこちらは左側ですね。こういったところも特に目立つ、ものはないですね。でオイルにじみ関係も、特に、こちら特にないですね。はい、かなり状態良好ですね。はい、エンジンルームのご説明以上となります。はい、最後に下回りのご説明です。まず、スプリングですね、こちらのダウンサスに変わっております。そして、各部の細かい状態ですが、アーム関係その他、こういったフレーム関係ですね、特に深いサビはございませんね。こんな感じで、薄くですね、表面サビはございますが、大したものではないです。でフロアの状態ですね。フロアはもうほとんど、目立つようなサビないですね。まあ、同様にこんな感じで
継ぎ目に薄く、錆があるぐらいですね。そしてリア周りですね。リアも同じく、ダウンサスですね。そして、各部の、細かい状態ですが、アーム関係特に目立つ錆はないですね。そしてフロアの方も、ご覧の通りですね。はい、はい、下回りのご説明以上となります。